ライアン・アンドリュー・ラドウィックは、アメリカ合衆国、フロリダ州、サテライト・ビーチ出身のプロ野球選手。兄は、日本プロ野球、広島東洋カープに在籍経験のあるエリック、ラドウィック。非常に、珍しい左投げ右打ちの選手である。フロリダ州出身だが、後に、ネバダ州へと移住し、ラスベガスのデュランゴ高校に在籍。ネバダ大学ラスベガス校に進学し、 3シーズン野球をプレーする。大学時代の1997年には打率、354.16本塁が68打点という成績を残し、全米大学生選抜に選ばれる。1999年には打率、381.13本塁が69打点という好成績を収め、ウエスタンアスレチックコンファレンスの代表にも選ばれた。 大学時代の通算打率は363。1999年6月2日、ドラフト2巡目でオークランドアスレティックスから指名を受け、7月17日に契約を結んだ。マイナーリーグでのキャリアは永久のモデストアスレティックスでスタートさせた。この年は43試合に出場し、打率275.4本塁が34打点。 二投類、オプス0.793という成績を残した。守備では40試合で外野守備について無失策、守備率1.000という数値を記録し安定感を発揮した。2000年は引き続きモデストに所属。センターのレギュラーに定着して129試合に出場し、打率264.29本類が102打点。 10類という好成績を残した。本類打と打点は同年のチーム最多であり、手法として打線を牽引した。前年に無失策と安定していた外野守備では118試合でセンターを守って後失策、守備率983とやや精細を欠いた。2001年には A 級のミッドランドロックハウンズに昇格。 ミッドランドでは119試合に出場し、打率、269.25本塁が96打点という成績を記録。その後、トリプル A 級のサクラメントリバーキャッツに昇格して17試合に出場したが、ここでは打率、228.1本塁が7打点とやや不審だった。だが、2チームトータルでは打率、十四点二六本塁打 103打点という打撃成績をマークし、マイナーながら2年連続で25本類が100打点をクリアした。このようにバッティング面ではスラッカーとして大成したが、走塁面では投塁を21回試みて10回失敗し、今一つの内容だった。走塁と同様に守備面の数字もかんばしくなく、2チームで7失策、守備率、 978という成績で、いずれもデビューから2年連続で悪化した。2002年1月14日、アスレティックスがカルロスペーニャとマイク・ベナフロを獲得するトレードの交換要員の一人として、ジェイソン・ハート、ジェラルド・レアード、マリオ・ラモスの3選手とともにテキサス・レンジャーズに放出された。同年は、レンジャーズ参加、 トリプル A 級のオクラホマレッドホークスで78試合に出場し、打率285.15本塁が52打点、オプス0.918という好成績を残した。2002年1月14日にカルロスペーニャ、マイク・ベナフロとのトレードで他の3選手と共にテキサス・レンジャーズへとトレードされる。2002年は トリプル A 級オクラホマレットホークスでも好調を維持し、6月5日のアナハイムエンゼルス戦でメジャーデビュー。メジャー1年目のシーズンは、デ部の負傷にも見舞われ、目立った成績を残すことなくシーズンを終える。2003年7月18日に、シェーン・スペンサーらとのトレードでクリーブランド・インディアンスに移籍。2003年は47試合の出場で7、本塁打を放ったものの、 メジャーに定着することはできなかった。2004年には右膝の手術を受けた影響により、メジャーとマイナーの往復が続き、2005年オフにインディアンスから自由契約となる。2006年はデトロイトタイガースとマイナー契約を結び、タイガース参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズでプレートレドでは28本類打80打点をマークするも、 当時のタイガース外野人には、ラドウィックよりも年齢の若い外野手が多かったこともあり、ついにメジャーに昇格することはなかった。2007年は、セントルイスカージナルスとマイナー契約を結ぶ。カージナルス遺跡は、ラドウィックにとって大きな転機となる。2007年シーズンは、当初カージナルス参加の AA、A、級メンフィス、レッドバーズでプレー。メンフィスで高打率を維持し、 5月6日にプレストン・ウィルソンの DL 入りによって2年ぶりにメジャー昇格。代打の切り札として存在感を見せつけ、自己最多となる120試合に出場し、初の2桁本塁打となる14本塁打を放った。2008年は開幕からロースター入りを果たし、トニーラ・ルーサに彼は我々にとって貴重な戦力。4番を任せることもあれば、 代打の切り札にもなると認められた。初のオールスター出場も果たし、故障を抱えながらも152試合に出場して37本塁打、113打点を記録し、シルバースラッガー賞を受賞。主砲のアルバート・プホールスにかかる負担を軽減させた。2010年7月31日、サンディエゴ・パドレスにインディアンス、カージナルスが絡む三角トレードで移籍した。 2011年7月31日、ピッツバーグパイレーツへトレードで移籍した。オフに FA となった。2012年1月16日にシンシナティレッツと1年契約を結んだ。この年は上位ボットの後の4番を任された。オフに FA となったが12月10日に2年契約で残留した。2013年は スプリングトレーニングで右肩を負傷し60日間の DL 入りした。これにより前半戦を全休した。8月12日に復帰し、最終的にこの年は38試合に出場した。2014年オフに FA となった。2015年2月4日にレンジャーズとマイナー契約を結んだ。3月29日に解雇となる。打席では、 積極性と忍耐力を兼ね備え、初級打ちが多い一方で、球を見極め死球を選択する。2008年には37本塁打をマークして一気にブレークし、ナリーグを代表する外野手の座に駆け上がった。非常に珍しい左投げ右打ちの選手であり、2008年には、それまでリッキー・ヘンダーソンが保持していた左投げ右打ちの打者のシーズン最多本塁打記録を更新。 守備位置は主に右翼であるが、左翼もこなす。ありがとうございます。